ね。口内炎ができて、ここに薬を貼ってたんですけど、喋りづらすぎて取りました。今喋りづらかった。なんか貼るやつあるじゃないですか、それ貼ってたら喋れなくてこんばんは、ななみはるです。ちょっとみんなと喋るために、寒くてもこもこよ、もう寒い寒いこんばんは、みんな元気開けた方がいいか、開けた方がいい。なんかお仕事終わってショールームしようかなと思ってショールームしてみてるよ。こんばんは、なんとか元気やで、お互い様やな。寒い新潟、なんか寒いって言ってもいろんな寒いがあるんですけど、新潟には新潟の寒さが、見ればいいのか。キャー、あ、今までラジコでみはちゃんの声聞いてた。昨日ね、エッサコイサの放送日でした。そう、ショールームなんか久しぶりになっちゃいました。お久しぶりです、どうも。お、クリスマス仕様になってるじゃない。なんかクリスマスなのかも。ラジオ聞いた、ありがとう。早く公演入りたいです。公演は永遠になくなることはないと思うのでお待ちしております。1期2期3期踏みぞれ、そうね、揃い踏みだった。そう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 、思い出いっぱい公演、初日夜みはちゃん見えてよかった。そうなんですよ、本当につい先日12月10日に NGT48 劇場新公演が始まりまして、思い出いっぱい公演っていう公演をね今させていただいてるんですけど、私も9ヶ月ぶりぐらいに劇場公演フル出演させていただいてて、この間は昼夜公演させていただいたりとか、最近はまあいろんなお仕事に加え劇場公演も頑張ってる感じです。ぜひ新しいね公演は NGT48 の楽曲だらけなので、 NGT48 を知らないお友達や家族や皆さん引き連れてぜひ劇場にね遊びに来ていただいて、 NGT でいっぱいになって大大大好きになって帰っていただけたら嬉しいなと思っております。こんばんは。みやちゃんがしっかり MC 仕切ってたか、全然仕切ってるつもりはなくて仕切れてないんですけど、なんかもはや後輩のみんなが結構しっかりしてるので私は見守ってます。もう私にすることはないです。なんか変に出しゃばらずになんかみんなができるし普通に、だから
見守って、私ものみ入りしてますね。はい、そうなの。あの別、私レコーディングとか MV もちょっと参加させてもらってたんですけど、踊るのは思い出いっぱい公演が初めてで、あの別を踊っています。はいそう、あの別を踊ってるんです。踊らせてもらってて、めっちゃ細かいですよね、あの曲。本当に細かくて、指がもう振り起こししながら白目向いてました。本当に何時間かかったんだろうと思うぐらい、振り起こしにめっちゃ時間がかかった曲です。そうなんです。ちょっと待って、大好きすぎる。本当ちょっと待ていいってとこね。ブランク感じないしないかの場合、本当嬉しい。なんかなんだろう、気持ち的にはこうすぐにパッて、昔の感覚というかいつもの感覚だったんですけど、さすがにね、9ヶ月ぐらい公演フルとかでね出てなかったから、さすがになんかねブランクある感じに見えちゃうのかなとか思ったんですけど、結構頑張りました頑張っていっぱい踊って、いっぱいお尻ペンペンして、自分にそうなんだろう、ブランク感じないとか言ってもらえて嬉しいです。そう言ってもらえて嬉しいです。パワーアップしてた、本当嬉しい。今回の公演は私たちの今持っている楽曲たちだから、みんなで細かいとこまで合わせたりとか、たくさん時間をかけてみんなで練習してたから、そう言って言っていただけて嬉しいですね。 NGT48 みんなの思いがねこもってる、いろんな思いがこもってると思いますかね。いや本当にね、なんか劇場公演ってやっぱりね、なもう何回立たせていただいてるかわからないですけど、かなりねこうもう9年8年ぐらいはね立たせていただいてますので、何百回にはなると思うんですけど、やっぱね毎回違うんですよね。でも本当に久しぶりにこう公演のステージフル立つって時、結構緊張して不安だな不安だなって言ってたんですけど、周りのメンバーとかスタッフさんたちが大丈夫だよって言ってくれて、頑張って立てました立てる未来が来ててよかったです。でも本当に皆さんの大きいコールが、それこそそのコールが解禁になってからフルで出演するのが初めてだったから、なんか懐かしさと、ずっとねコールなかった時期もあったじゃないですか、コロナで。だから懐かしさと、あーこんな感じだったなっていうのと、いっぱいいっぱいみはるって呼んでくれたりとか、一生懸命一生懸命ね思いを届けてくれる皆さんがたくさんいてくれたりとか、ペンライトをねたくさんたくさんこう振ってくれたり、グッズをつけてきてくれたりとかっていう、一人一人をこう自分の目で見ることができて、すっごいねやっぱり応援っていう大きな愛のおかげでパワーをもらってるなって改めて感じたし、たくさんねおかえりって言ってくださったんですよ、ありがたいことに。だから心の底からのただいまを、やっぱ劇場公演にフルでねこう立たないと、なんか本当のただいまじゃない気がしてて、やっと本当のただいまが言えたなって思いながら、皆さんからのたくさんの愛をひしひしと感じつつ、私も思い出いっぱい公演に魂を込めて劇場公演させていただいてるので、 NGT48 とみんなの思いを見に来てください。大
ジオでも言ってたけど、メンバーのグルーヴチェックしてる。もちろん。いやマジでみんな可愛くてみんな可愛いんですよ、素敵だし。だから飾ってあるんですよ、メンバー誰かグラビアしたらなんかそのグラビアの雑誌が飾ってあるので絶対見ます。めっちゃいい、みんなそれぞれ。そうなんですよ、みんなありがとう。ねえ、みんなに聞きたいことがあったの。今日お仕事をしててなんか撮影をしてたんだけど、なんか自分ってどの顔が皆さんの印象的な顔って言えばいいのかな、私のイメージ的な顔なんだろうみたいな話になっていろいろ話してたんですけど、なんか私はすごいね、いろんな方に聞いてみたんですよ、私ってどんなイメージですかみたいな。見てたらすごい笑顔が印象的だよって言われて、そこで私って笑顔印象的なのって思って、私笑顔なのとか思って、笑顔なんだって思って、なんかこう明るいこうパーっていう笑顔の明るいお顔がこう印象的じゃないみたいな話をされたんですけど、私自分で笑顔が印象的だって自分のことを自分で思ってなくて、でなんかそれでなんか明るい笑顔っていうかこう明るめな感じじゃないみたいな話になって、私って明るいのって思って、私って明るいんですかね、なんか私明るい人間だと思ってなくて、なんか自分が思ってるより明るいのかな私明るいの、皆さんどう思います？私そう言われてなんかここ生きてきて私明るいって思ったことなくて私って明るいんだと思って、明るいの、明るいの部類なのかな、びっくりしちゃって、私明るいんですかとか言ったら、いや明るいでしょって言われて、それで私明るいんだと思って、ちょっとびっくりしてみんなに聞きたくて配信してる。陽キャなの私、嘘、明るいの知ってた、みんな、私知らなかった、明るいんだ。なんか自分が思ってる自分と皆さんから見てる自分ってこんな違うんだと思って、なんか学生の時とかおとなしいねって言われて、でそのなんかイメージがずっとあって、だからなんかおとなしいと思われてるのかなと思ってたら全然違ったよね、明るいの私私って明るいの？ちょっとびっくりした本当に。明るいの？明るいんだ。そうなんだ。明るいで合ってる？わかんないんだけど。なんか人って変わるね、いい意味で。あ、おとなしいと明るいは両立する、あ、そういうこと？一気が明るいメンバーいるから引っ張られた、そうかもしれない。アンケートどうやってやるか忘れちゃったでもなんか嬉しかったな、笑顔が印象的、笑顔、いつも笑顔のイメージがあるって言われたからすごい嬉しかったです。そこは心がけていたから、なんかね笑顔が印象的な人でいれるっていうのは嬉しいですよね、なんかこう困った顔とかね悲しい顔とかじゃないから嬉しい。みやりちゃんといると自然と元気が出る、うん、それは嬉しい。なんか笑顔ってなんか自分でさ
究極の笑顔ってこうやって喋ってる時に出るわけじゃないですか。だからその瞬間ってこうパシャって撮って見ることがないから、なんかこうその究極のさ、クシャって笑った笑顔がいいねって言ってもらえるのはちょっと嬉しいかもしれない。一気の中では静かそういう感じだからか。でも本当に思うのは、絶対性格明るくなったと思う明るくなった、元からこうなのかな、ちょっともはやわかんないんですけど、 NGT の人生の方がなんか長く感じちゃってるので。だから明るくなったのは確実にそうだと思います。あとおしゃべり大好きになった、そう、社交的になったと思う。いろんな人と話すことも好きだし、そう、なんか自分から話すこともできるようになったし、自分の思ってることもこうやって言えるようになったし、多分ね、人生で一番 NGT にいるおかげで笑ってると思う。笑うことが増えるよね、やっぱり。え、でしょ、初期と比べたらだいぶ明るくなったでしょ。そうなの、なんか初期の、僕はね、初期ってもはやなんかどうだったかわかんないんですけど、本当覚えてない、覚えてないって言ったら嘘かもしれないけど、どうかわかんないですけど、皆さんから見た私は。だけどなんかね、明るくなりました、きっと。あ、喋るスピード絶対速くなった、自分でも思う。こんばんは。なんかね、多分ね、一気に引っ張られてるのもあると思う。なんかみんながさ、明るいしさ、こういっぱいおしゃべりするからさ、なんか気づいたら楽屋で喋ってた感じが表でもできるようになってみたいな感じになってて、こう気づいたらこんなのになってた。ね、鍛えられたのかもしれません。なんかいつからか。こんばんは。ねー、なんかいろんな人と喋るのがすっごい楽しいよね。やっぱみんなそれぞれ違う人生を歩んでるから面白いよね。昔どんだけ遅かったんだろう喋るのって思うけど、今は割とエンジンかかりすぎてるからいっぱいこうやって喋ってるけど、なんか突然エンジン切れたら多分もうちょっとゆっくりめになると思う喋る。今日はいろんな人とも喋ってたから、なんかそのテンションみたいな感じですけど、もうちょっと落ち着いてる時もあると思う。ね、昔なんかみんな 寝ちゃってたよね、私の配信でも。なんかこうインタビューとかでこうやってお話ししてると、基本こうドワーって喋るわけじゃないですか、自分のこと。そしたらなんか眠くなるって言われて、何なんですかね、あんま抑揚がないからかな、なんかずっとこんな感じのテンションだからなのかわかんないんですけど、そう。そうなんですよ。なんか口内炎も痛くなくなってきた、みんなと喋ってたら。こんばんは。え、みんなさ、私の今のイメージ教えて、今どんな感じ、みんなから見て。声かな、ゆるふわお姉さん。お姉さんなれた、もうお姉さんだよね、大人の女性。あら、お休みしてた時、人に会ってなかった時、めっちゃおしゃべりしたくないのか、ならなかった特にならなかったです。
あ、すごい、なんかみんな一気に書いてくれてる、ありがとう。粘り強い納豆みたいなね、包容力がある。こんばんは、ほんわか。声が特徴的、ラジオ向き。あら嬉しい。それこそそのお仕事の時にこう取材していただいてた時に周りで聞いてくださってた方から、なんか一人喋りのラジオ向きだねって言っていただけて嬉しかったです。永遠に一人でこうやって喋ってていいならいくらでも喋れるんですけどね。こんばんは。みんなまだお仕事終わってなくない？時間的に大丈夫そう？ごめんね、思い立って、思い立って配信しちゃった。聞き上手、本当？聞き上手になりたくて、私なんか自分が話すのも大事だけど、聞ける人、相手の話をこう上手に聞いてあげれる人になりたい。そういう大人になりたい。お仕事終わった。あら、よかったです。人として押せる、あら嬉しい。こんばんは、今から見ます。ありがとうございます、嬉しい。そして私モコモコ着てるからあったかい。おやすみ。あらよかった、いっぱい寝てね。みやるちゃんいつも話聞いてくれるから嬉しい。あら、いくらでも聞きますよ。みやちゃんのラブ修行の歌い出しは最高、ありがとう。サウナ TikTok も再開できるといいね。ちょっと待ってね。なんかね、おしゃべり会もなんか自分が話すよりもお話を聞いてる方が好きなんですよね。なんかどうぞ好きに喋ってって言われても、なんか自分のことより聞いて答える方が得意なのかな。だからなんか結構好きに喋っ、時間あるか好きに喋ってくださいって言われちゃうと、なんかちょっとあったあったかたったったって喋るけどね、なっちゃう。だから皆さんの話いっぱい聞くので、うん、こんばんは。7時12分の初恋、ああ懐か、もはや懐かしいかもしれない。私ね、本当にお話聞いて答える方が得意なのかもしれない。本当になんか自分でも喋んなきゃいけない場面ってまあいっぱいあるからさ、そりゃ喋るんだけれども、いっぱい聞いて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 お話する方が好き。ラジオ番組待ってほしい。どうする、聞いてくれる方一人ぐらいしかいないかもしれない。なんかショールームさんでもラジオ機能あるじゃないですか。それできたらいいよね。できないんだけどさ、それならいくらでもできる気がする。なんかしたいよね、永遠に喋ってっていいならラジオ機能できたらいいんだけどさ。かかとを鳴らせ好きなんですよ、結構。なんか初めて聞いた時になんかもうすっごいなんかこう背中のスイッチを押される気分になって、すごいね、私普通に好きで、シンプルに好きで聞いてることが結構あって、だからね結構好きです。もしラジオ番組やるとしたらどんなタイトル？タイトルは分かんないけど、内容としてはひたすら喋ってたい。こういうこと、人の人生観とか聞きたい。いろんな人の人生観聞いてひたすら喋ってた。人生観って面白い。人間って同じ人がいないから
面白い。人間って面白いんですよ、みんな違うから、それが最高。いつかね、何かできたら嬉しいですね。だって今見てくれてる皆さんだって同じ人生を歩んでる人なんていないじゃないですか。たとえ同じことをさ、同じルーティンしてても全部が一緒な人っていないから、面白いよね。だってそんな、なんだろう、全く違うさ日々を生活してる人間たちがさ、みんなこの世界で暮らしてるわけでしょ。最高じゃん、面白い。ロボットじゃないのが面白いよなって思います。たとえ家族であってもさ、全てが一緒ってことはないじゃない。そうそうそう、だから面白いな。考え方も捉え方も違うじゃない、もちろん。だから面白いね。だけど考え方も捉え方もみんな違うからこそ、なんだろう、言葉も捉え方だったりとか、言葉の使い方とか言い回しとか、それぞれ違う聞こえちゃうから、こうやっておしゃべりするのって、まあ、難しくはあったりするんだけれども、なるべくね、こう伝わりやすい言葉を喋れるようには心がけているけれども、わかんない、伝わってるか。そんな、なんだろう、濃い深い話をしてるかって言われたらそうじゃないんだけどさ、なるべくみんなが幸せに思える言葉遣い、言葉の言い回しとか伝え方できたらいいなって思いながら日々生きてはいるんだけどもね。こんばんは。なんか今日配信してよかったな。え、なんでわかったの？アーモンド飲んでる。なんか飲みたくなって、アーモンド。こんばんは。ちょっと見えた？やったー。配信ありがとうございます。こちらこそ見てくれてありがとうございます。え、あと、本当に、言われるんですよ、周りのね、日頃お世話になってるスタッフさん方もだし、メンバーもだし、私のファンの皆さんってすごい優しいしニコニコしてるよねって、めっちゃ嬉しい、みんなありがとう。公演の時とかもさ、本当にみんないいお顔で見てくれてて、なんかお祝いとかもね、こう例えばこの間みたいにね、久しぶりに劇場立つってなったら一生懸命応援してくれたりとか、たくさんお花も送っていただいたりとか、ありがとうございますして、あったかいなって本当に思う。みんなのおかげだよ、ありがとう。やっほや、元気、元気だよ。推しはファンに似るんだよ、きっと。ん？ちょっとわかんない。合ってるかな？ありがとう。みんなが大切にしてくれるからお返しをできてるかわかんないけど。本当にみんな優しいんだよね。本当に。いい人たちがいっぱい。嬉しいなって、なんか、なんだろう、
周りの方から言われるって相当嬉しいことじゃないですか。だから本当に温かいなって思って。遊びに来たよ、ありがとう。てかすんごい話変わるけど、みんな仕事納めっていつなのかな。なんなら冬休みっていつなのかな。みんないつからお休みなの。なんかここの髪の毛が邪魔です。お仕事終わった、お疲れ様です。急に思った、あ、28とかなのか。28か9。わー、サービス業なので年末年始も関係なく仕事です。お疲れ様です。だいたいみんなさん28か9からですね。あとちょっとじゃないって言うても、あと10日ぐらいか。そっか、割と私たちもそんな仕事納め仕事始めっていうのがはっきりとしてるお仕事ではないから、皆さんと同じお気持ちですが、なんかあっという間に新しい年が始まるからさ、1秒ぐらいの感覚だよね。やったしようって1秒ぐらいしたらなんか明けおめーって感じだから、ここ8年ぐらいなんかちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、そもそもまあ学生時代以外かはなんか正月休みずっとダラダラしてるっていうことはないから、気づいたらなんかね年明けてる、気づいたらいつものような日常が始まってるって感じだから、そう、実際なんだろうな、全くお仕事をしないってことはないじゃないですか。まあこういう配信であったり、まあ公演とかはさ仕事納めとかあるかもしれないけど、何かしらは SNS もそうだし、まあ、メールだったりとか、なんか何かしらはしてるからさ、仕事納めパーンみたいなことはないから、なんか気づいたら年明けてますね。そう、私はね17歳から NGT のメンバーだから、高校3年生からですね。だから今何年目、9年目、来年で劇場が8年でしょ。でも私たちは来年の8月で9年 ?10 年目かな。え、ほんと合ってる。なんかだんだん分かんなくなってくるんだよね、劇場がオープンしたのとさ私たちの年数って違うからさ分かんなくなるんですけど、今が9年目、来年が丸9周年、10年目に入るのか。ひっ、嘘でしょ。え、お笑い頑張ってね、応援してます。私お笑い芸人さんになったの？あ、そうだったんだ。そうなんだ。そうだったんだ。そっかそっか。来年は私は26歳。でも周りは27歳。出てない出てない、笑い芸人さんになってない。え、合ってる？え、9年目、ん、9年、あれ
年目じゃない、なんか分かんなくなってくるの年々。今年だって劇場が7周年だったから8年、丸8年だったよね。で9年目なのか、誰も分かんない。え、違う、9年目今、来年丸9周年。ってことは今9年目だよね。怖っ今9年目だそうです。9年目だって。キャー、今9年目で来年の8月で丸9年、10周年。キャー、ほんと嘘でしょ。9周年だって信じられないね。本当に分かんなくなってきちゃう本当にごめん、 R1 頑張ってねって、あれかな、ボケてくださってるのかな、本気なのかな、ボケてくださってるのかな。私はちょっと出場しないんですけど、びっくりしちゃった。9年目か、9年目だって信じられないね。9年目か、いまだに NCT にいさせてもらってますが、9年目か。じゃあ新潟にも、新潟も9年目住んでて、そりゃすごい。ごめんね、急に配信しちゃった。え、リリカ様その時6歳、やめて、ほんと怖いよ、ほんと。うわ、そっか、嬉しい嬉しい、日本語違うよね、びっくり。9年か、そうだよね、9年っていうと小学校6年間と中学校3年間が終わるってことでしょ。そう考えたらすごいね。ゆきりんさんはゆきりんさんですよ。ゆきりんさんだから ゆきりんさんはゆきりんさんで、簡単に超えようなんて言ってはいけません。なんかそう考えると本当に、なんだろう、なんだろう、年齢ってみんな違うけど、なんかそう言われるとね、そんな月日が経ったんだって思っちゃうよ。かえりちゃん推しの方に NGT をおすすめしていただいてハマってます。あら嬉しい、 NGT も気になってくれたら嬉しいです。みんな簡単にゆきりんさんを目指してって言うけどさ、簡単に言っちゃいけないよ、ゆきりんさんだからね。こんなにも素晴らしい歴史を築いてこられた素晴らしいお方ですから、そんな簡単に言ってはいけません。こんばんは。わかる、サーヤ卒業しちゃう、寂しい。友達がみんな卒業していく、寂しい。寂しいよ。
かる、ちゃんまなもね。そうね、でもまあいずれはみんながそれぞれの道を選択して NCT を巣立っていくわけですから、もう9年ぐらい私はいさせてもらってますけど、私はみんなの背中を押すことがその子のなんだろうな、門出と言いますかね、その子の新しい道を応援できることだと思うから寂しいけど、あの全力で背中を押してあげます。だってさ、皆さんがさ、もしなんかに挑戦したかったりとか、次にこれがしたいとか、なんかざっくりでもこういう人になりたいとかって、でなんか行かないで、なんでそっちに行くのって言われたらさ、ちょっと寂しくない？そんなこと言わないでってなるくない？なんかその気持ちも分かるし、私もね言うことはあると思うんだけど、寂しいとか行かないでと言うけど、本心ではちゃんとね背中を押してあげたりとか、いろんなそれぞれの道を応援してるから、なんかもうその卒業とかそれぞれのなんて言うんですか、選ぶ道に関しては自分で選択しているものじゃないですか、し人それぞれの人生だから、なんかその自分たちそれぞれが考えて決断して踏み出してる道をそれぞれ応援してあげるのが、一緒にこう活動してきた私たちとか応援してくださってる皆さんができることだなって思うからね。そう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 、そうなのよ。まあ、いくらでもね、まあ、寂しくなくはないじゃないですか、ずっと一緒にいたわけだし、だから寂しい、行かないで、置いてかないでとかね、こうちょっとねこう軽くこう言っちゃうけどね、本心は今言った通りですね。だってそれぞれの人生なんだもん、いくらどう言ったってどうなったって。そう、なんか強制することでもないしさ、なんかこうしないと意味わかんないっていうのもおかしいことだしさ、だから結局人生は自分で決めなきゃいけないですからね。フォローしました、ありがとうございます。奈良美春です。奈良県の奈良に未来の実に遥かの春で奈良美春です。そう、寂しいはあるけどね、だって皆さんだってまあわかんないですけど、それぞれ学校行って学校の進路決めるのもそうだし、どこの会社に就職しようかとか、一旦お休みしようかなとか、なんか何か考えるにも決断を下してるわけじゃないですか。それと一緒でみんないろんな道を模索してこう一歩を踏み出すわけですからね。どんな形であってもそれぞれがそれぞれの道で楽しそうに人生を楽しんでくれてるのが私も一番幸せだからね。みんなの笑顔が一番幸せよ、周りの人のね。そうなんです、究極そうじゃない、やっぱさ大切な人たちは笑顔でいてほしいからね。今は毎日枕は涙で濡らしております。
写真より綺麗ですね。ありがとうございます。なんか複雑複雑だけどありがとうございます。にゃいちゃんも笑顔でいてね、ありがとう。でも今日で笑顔が印象的だって言ってもらえたことでちょっと嬉しくなった。なんか写真よりも綺麗ですね。嬉しいのかなんかよくわかんないです。止まってるか動いてるかの違い。あーまあ写真とねやっぱ動画では違うよね。違うよね。そうね、笑顔でいることが一番だね。あ、褒められてるんだ。嬉しい。照れちゃう。褒められてたんだ。こんばんは。私の予想7時になったらさらに見に来てくれる方が増える気がする。みんなお仕事終わって。何？みみが進行へのリハ期間ずっと甘えていたって言ってた。どういうこと？私が甘えてた？え？恥ずかしい。どういうこと？誰か詳細教えて。ずっと甘えていた？どういうこと？私表情豊かなの？そうなの？豊かなんだ。いいことなのかな？いいことなのか。顔の筋肉が動くのかよく。え、どういうこと？恥ずかしいじゃん、ちょっと。やだ。甘えてたって？そう、そうかな。無意識で怖い。自分が無意識で怖い。え、やだ。ちょっと思い返してみる今。ちょっと待って、誰か詳細教えて。どういうこと？え、恥ずかしいんだけど。ちょっと恥ずかしい。どういうこと？みみがみはるちゃんに甘えていた。あ、そういうこと。びっくりした。私がいろんな人に甘えてたんだ。みゆみゆ甘えてくれてたっていうか、あの感覚的にあの猫ちゃんがこう寄ってくるじゃないですか。寄ってきて体をこうニューンってするみたいな感覚でした。可愛かったです。びっくりした。私がいろんな人になんか甘えまくってたのかと思っちゃった。可愛かったです。私も猫みたいな気分でミュウミンフーンってやってたけど、ミュウミンもフーンっていう感じでした、ね、伝わった？あの猫ちゃんのさ猫ちゃんがこう飼い主さんに寄ってきてニューンってする感じ、わかる？ニューン、それと一緒。どんどん甘えてください。私はメンバーとは甘えられ助けられの関係性でいたいから、いつでも待ってるよ。全メンバーウェルカム。私も先輩後輩関係なく甘えるし、甘えてきてほしいし。あ、そうそうそう、猫ちゃんがこうスリスリしてくる感じ、わかる？あれかわいいよね。耳は猫ちゃんです。猫ちゃんの甘え方、猫ちゃんがこうスリスリしてくる感じ、かわいいよね。猫ちゃんって感じ。
すごい本当に7時になりそうになったらいろんな人が来てくれてる。お、24日当選した、おめでとうございます。お、クリスマスイブじゃない。安心できるみはちゃんというよりか本当に私周りのメンバーとかスタッフさんがいるから私も安心できるみたいなウィンウィンめっちゃ本当にそれこそお休みさせていただいてこう少しずつお仕事始めて、めっちゃ周りのメンバーもそうだしスタッフさん方にももう全全てを委ねてるというか私のフォーコスは甘えさせてもらってるので感謝してます。こんばんは。ガチャピを揃って出演する日に行きたいのがなかなかない。まあね、初日はね一緒だったんだけどね、やっぱ今の劇場公演がこうコロ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 メンバーが変わるっていうのも見どころというかそんな感じなのでね、常に同じメンバーっていうのが珍しいぐらいだからね。まあでもいつかは一緒に出れるかな。こんばんは。奈良サウナね、ちょっと待っててね、待たせてばっかりだけど。どうですか、思い出いっぱい公演、劇場で見てくださった方も配信で見てくださった方もどうですか、どうですか、湧きました。なんかメンバーの思いだったり皆さんの思いだったりとか曲の思い出とかも含め、新公演迎えた後にみゆみゆがみはるちゃんに関する思いをもばめに書いてた、気になるな、ちょっと気になるんだけど、みゆみ本人から送ってもらおうかな知りたい、なんか気になる、そういうの嬉しい、ありがとうみゆみゆ。待って、嫌いなのかもしれないのネタ曲か私は本気でやってるけどね、ネタとは思ってないけど、ガチャピアのギコ伝でハート作るとこエモかったでしょ。あの私結構公演で緊張してたりとかなんか不安だなと思ってた時にガチャがセカドコかな、世界どこまで青空なのかの時にこう座ってた、座るタイミングがあって、で正面になるんですけど結構遠いんですけど、その時にガチャがちょっと面白い顔をしてくれるんですよなんかそれを見ると落ち着きますなんか緊張がほぐれるっていうか、そうちょっとやってくれるんですよ、数秒の間、それにも救われてますだからといって見ないでね、ちょっと二人の空間だから、そうガチャと一緒にさせていただけるのも嬉しかったしね、ギコ伝もいい曲だから、まさかこのハート係をできる日が来るとは思わなかったから、嫌いなのかもしれない、アラサークラブが好きアラサークラブ、いやほんと先日の公演のマナちゃんとサーヤと私
の時のギャル、なんだっけ、なんて言ったっけ、ギャルクラブじゃなくて、ミハちゃむですってやった時が本当に言えなくて何回も練習してたのに、あの収まりきらなくて、あるるるるるってなっちゃって、その後の歌詞もなんかそれに引っ張られて、うるるるるってなっちゃって、大変失礼しました。あ、毎回変えてるんですよ。だからどうしてもやりたくて MC でもう一回やったんですけど、はい。そう、 MC ではゆっくりやったからできたんだけど、世界で3番目に可愛いミハちゃむですっていうのが言えなくて、この短い時間の中にやっと言えました。ちなみにミハちゃむっていうのはマナちゃんにつけてもらいました。何がいいって言ったらチャムじゃないって言われて、ミハちゃむじゃないってなって、あ、ミハちゃむだと思って、ミハちゃむですってやってみて、ギャルー。あそこね、私本当に口回んなくて、ですぐに歌い出しがあるので、いろいろうるるるってなっちゃって、毎回なんか言えてるか分かんなくて、ドロロロロってなっちゃう、口が回んないんですよ。でもそういうのも毎回毎回なんかそのメンバーによって変えてるので、楽しそういうのも楽しんでください。みはちゃんもちょっと気に入ってる。ミハちゃむって呼ぼうかな。どうぞ。こんばんは。面白いでしょう。ミハちゃまじゃないよ。ミハちゃ、ミハ、ミハちゃむ、ちゃむ、ちゃむです。ちゃむ。ねえ、あの制服衣装もめっちゃ可愛いよね。何柄って言うんだろう、ああいうセーター、すーごいなんかグループがブーブー言ってる。チャム、フラッシュスペシャルさん予約しました。フラッシュスペシャルさん10月の22日発売に1年ぶりにグラビアさせていただいてますので、皆さんよろしくお願いします。あ、そう、アーガイル柄かわいいよね。ミハちゃんもあげこんばんは。髪を切ってないですね。絶賛伸ばし中でございます。めっちゃ長いよ、多分ここここぐらいに見えるかもだけど、正直めっちゃ長い、まだまだ長い、こんくらいある、過去一長いかもです、アイドル人生で。そういえばちょっと髪染めました。フラッシュスペシャルを買うために日本来るです。ウェルカム、ウェルカムジャパン、本当に、ありがとうございます、嬉しい、本当にびっくり、ありがとうございます、嬉しい、インスタフォローしてありがとうございます。毛量すごかったって、毛量すごかったって、ちょっと気にしてるから毛量って言わないで、
すごいんだけど毛量はすごいんだけど、毛量すごいって気にしてるから女の子にはないで。ありがとうございます。公園も行きます、お待ちしております。私は毛量元からあるんですよ、元からね。レディーに毛量とか言わないで嘘嘘、私も毛量すごいって言うけど、ちょっと気にしちゃうから。お家にツリー飾ってる、こういうちっちゃいガラスのツリー、最近のお気に入りちゃんを飾ってます。テンション上がります髪の毛はね、母方の遺伝だと思う。髪が強いんですよ。なんかいい色味じゃないですか今。伸ばしてるんです。みやちゃんのおにぎりのおすすめのポイントはね、大きいお肉と目の前でね炙ってくださるんですよね、三角と丸さんで。美味しかった。私もいただいたんですけど、本当に申し訳ないことに美味しすぎてお腹に入っちゃったの写真撮る前に。本当申し訳ない。みんな SNS に載せてて写真撮ればよかったんだけど、本当に謝る。食べちゃったんです。美味しそうって、いや美味しいに決まってるんだけど、写真待てなくて写真待てなくてお腹に入っちゃったんです。申し訳ないけど、だから機会がねあったら嬉しいんですけど、三角と丸さんにぜひ行っていただいて、ぜひ自分の目で見て食べていただけたら嬉しいです。すごい美味しかったです。あ、これだよねみたいな、こうガツンガツンと食べれるおにぎりとなっておりました。ごめんねみんな、写真撮るなんて3秒ぐらいやったらできるのにさ、それすら待てなかった、美味しそうすぎて、イコールめっちゃ美味しかったっていう話なんですけど、ちょっと焦った。みんな写真撮ってちゃんと載っけてて、いや本当にそうであるべきなの、写真撮ってから食べるべきだった、それはねすっごい思った。食べちゃったんだもん、空っぽになったの撮るのもさ、お腹に入っちゃいましたって撮るのもなんかさ、謝ります、ごめんなさい、お腹に入りましただから実際食べてみてください。三角と丸さんありがとうございます。私の絵で再現度高く素敵にしてくださって、写真を撮るの忘れるぐらい美味しいことだよね。あ、そうでございます、めっちゃ美味しかった。発信はお宅に任せてくれ、頼んだ、遊びに来てよ、ありがとうございます。え、聞いてみんな、私1時間経ったよ配信して、もうちょっといけるかな、配信してみよう。ちょっとね再現の絵は顔つけちゃったんだけど、顔つけなくていいぐらいめっちゃ素敵におにぎり仕上げてくださってて、本当に美味しいよね、さすがさすがです。でも全員のめっちゃじゃあ最高じゃない、あの本当に三角と丸さんが素晴らしいってか、すごい。時娘も美味しいしね、もう握りって美味しいよね、最高に美味しかった。
ね、あゆも反応してくれてて面白かった。自分でピースつけてください皆さん。ご飯って美味しいよね。おにぎりって美味しいよな。私の中でおにぎりの具は、まあ三角と丸さんのお肉もね、まあ好きなんですけど、大体なんていうんですか、一般的なおにぎりの具は好きなのは明太子。でもたらこもね、久しぶりに食べたらたらこも美味しいじゃんって。でも鮭も美味しいなって、新潟って鮭美味しいじゃないですか。鮭も美味しいなってなって、であんまり私ツナマヨっていうんですか、あんまりねおにぎりで食べる機会がなくて、でも食べてみたら美味しいなってなって、すじこも美味しいなってなって昆布も食べたら美味しいなってなって結局全部好きじゃん。結局全部美味しいよね。塩おにぎりで美味しいんだからそりゃ美味しいよねっていう話。南蛮系も好き。あ、おかかも美味しいね。そうね、でも選ぶとしたら明太子が多いかなって感じです。はい、あ、梅も好きです。冷蔵庫にも梅入ってる。なんか指痛いんだけど、どうした。なんかどうした、なんかなんもないなんもなかった。なんかチクチクするなと。絶対あれだ、思い出した、なんで言ったらいいかと思ったら、ラップを使ったんですよ。ラップってギザギザの刃ついてるじゃないですか、のガッて言ってなんかガッてなったんですよ朝。それかな、なんか痛いんだけど。おーい、見えないぐらい、見えないぐらいの気のせいでした。ラップの歯って痛いよね、地味。寝ぼけてたんです朝、なんかガッ、みたいな。でもなんかずっと痛くなかったのに今痛いってことは絶対痛くないやつです。こんばんは。大丈夫だよ。私なんか痛みに強いらしい。手ちっちゃくなった。ほんと私今爪ないんですよ。なくはないんですけど、ネイルしてなくて最近、だから手ちっちゃく見えるかもしれない。今ネイル何もしてなくて、ほんとに何もしてないです。1ヶ月ぐらいか、今ネイルしないんです。わあ、5000人超えた。ありがとうございます。こんなただただ喋ってる配信を。ちっちゃい手。あ、すごいパキってできる今。え、わかります。あ、できない。ほらここI1関節曲げれる。ハンドパワー。ハ
ハンドパワーってやったらどうしよう、なんか手相とか読まれて、あなたの人生はとか言われたらちょっと恥ずかしいか。占い行きたいな。手相ってどうなんだろう、毎回変わるのかな。なるちゃん握力強いのかな、ちょっともはや分かんないな、キューってやつの、なんていうんだろう、パワーの数値覚えてないから。あ、そうなんだ、変わる、左手が変わるんだ、右手は変わんないのかな。じゃあ右手って生まれたまんまなのかな。そうなの？それは興味深い。そうなんだ。おぎゃーって言ってからこのまんまなのかな。左手はおぎゃーって言ってたから変わってるのか。でも毎日見てるわけじゃないから分かんないけど、変わってんのかな。こんばんは。あ、くしゃみしたいかもしれない。はあ、あーね、昔 AKB までやってた。でも私は占ってもらったことないんです。やだ、絶対くしゃみしないから。なんかくしゃみ止められるの、私。手と手を合わせて幸せ。あ、素敵じゃない。クリスマスか。クリスマスか。クリスマスか。そんな時期か。おー、イングリッシュ。なんだな、なんか急に急にコメント増えて読めなくなっちゃった。にゃちゃんのうちは当たるよ、おめでとう。妹は JKT48 をしています。あら、それは素敵、素敵です。クリスマス、ちょっと聞いてほしい、思い出した。なんかちっちゃい頃ってクリスマスがすごい楽しみで、クリスマス12月イコールクリスマスっていう感じだったんですよ。でもなんか大人になっていくにつれて、クリスマスイコールもう今年が終わる、なんかもう年末みたいな気持ちになっちゃって、クリスマスが楽しみっていうよりもクリスマスが来たイコールもはや
大晦日と一緒だみたいな感覚になっちゃって、なんかねクリスマスだって感じじゃなくなっちゃったんだよね。なんか純粋にその大晦日のことを考えずにクリスマスを楽しみたい気持ち思ってたかったんだけど、いつからかクリスマスイコール、まあ、あと6日ぐらいで今年が終わるんだイコール大晦日と一緒じゃんみたいな、ほぼ年越しじゃんみたいな思っちゃって、クリスマスをこう飛び越えて大晦日年越しのこと考えちゃって、クリスマスだーって純粋に喜べなくなった。好きなんだけどね、このクリスマスの雰囲気とかクリスマスツリーとかイルミネーションとかなんかクリスマスソングとか聞くとワクワクしたりとか嬉しい気持ちになったりとかするんだけど、なんか子供の頃のようにクリスマスが主役じゃなくてさ、クリスマスと大晦日は一緒みたいな、同類というなんかそんな感じの気持ちになっちゃって、なんかもっとあった気がするんですよね。昔はなんかクリスマスから大晦日までなんかもうちょっと時間があった気がして、なんというか、でもねなんか気づいたらそんな感じになっちゃった。学生時代だと冬休みの始まりだから楽しいんだけど、あーだからなんかワクワク感あるのかな。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。確かにね、子供の頃で時間長く感じたもんね。心に余裕がなくなってるのか、わ大人になっちゃったってことだね。大人になっちゃったってことだ。本当に今年はもう早かったですね。もうなんか12月でさえ早いですもん。あっという間に新公演の日を迎えて、あっという間に毎日が過ぎてって、あっという間に毎日毎日をこう生活したりお仕事したりするので精一杯。だってもうさ、良いお年をとかの会話になってきてるじゃない。なんかもうそれも信じられない。あ、もうそんな時期なんだ。確かに CM とかでもそうだよね、クリスマス感っていうか。実は年々本当に短くなってる。いや絶対短くなってる。24時間じゃなくなってる、きっと22時間ぐらいになってるはず。こんばんは。次会うの来年かってバイバイすると実感するんで、なんかね突然来るくないですか。なんか急にあ次来年かみたいな、と突然こうなんだろう、今年も最後みたいな感覚をこうズーンってされる感じね。クリスマスソングってワクワクするよね。そう、それこそ東京でのお仕事終わりに、あの私人生で初めて大きいクリスマスマーケットに行ったんですよ。大きいクリスマスマーケットすごい行ってみたくて、そう撮影中にめっちゃクリスマスソング流れてて、おしゃれなイングリッシュの、わクリスマスだねみたいな話をしてて、そういえばクリスマスマーケットしてるよみたいな情報を得て、え行ってみたいっていう話をして、じゃあ行ってみようかってなって行ってみたんですけど、なんやあのワクワクした空間はって思って、
なんか、あ、これ憧れてたクリスマスマーケットってみたいな。すごかった。なんかいろんな可愛いなんかちっちゃいお店とかがいっぱいあってさ、綺麗なピカピカしたのとかあってさ、都会のクリスマスマーケットってこれかと思って、目をキラキラさせながら見てきた。めっちゃ綺麗だった、すごい綺麗だった、楽しかった。すごい楽しかった、ワクワクした、すごい楽しかった。なんかテーマパークに来たレベルにワクワクした。2月に奈々ちゃんの舞台見に行くよ、行ってらっしゃい。主演の舞台のやつかな、渋谷クリスマスに浮かれてる。クリスマスぐらいね、いいじゃないですか。なんかクリスマスのいいところってイルミネーションとかさ、なんかこう綺麗なとこだよね。あとあの初めて、なんかよくさドラマとかさ映画とかでさこう使われるイチョウ並木、イチョウ並木っていうんですかの場所を初めて見て、これが有名なイチョウの木かと思って、それにも感動した。それも人生で初めてだったいや東京はね何回も行ってるはずなんだけど、なんかなかなかねこう範囲を広げることがなかったから、それにも感動したけど、すっごいたくさん人がいっぱいいた。そう、めっちゃ大きいイチョウの木がいっぱいで、みんななんかもう世の中皆さんインフルエンサーなのかなって本当に思うぐらい皆さんお写真とか動画撮ってて映えてましたね。綺麗だった、イチョウライトアップもされてた。いや本当に世の中どんだけインフルエンサーさんいるんだろうって思う。みんな素敵にこう自分をアピールできててすごいよね。それも素敵なことだよ。やっとショールーム来れました。遅ればせながらお帰りなさい。こちらこそただいまです。ありがとうございます。綺麗だった本当に。イチョウは綺麗だよね。なんかみんなそのイチョウ並木で 見たのはイチョウの葉っぱを拾って、なんかこう葉っぱと写真撮ってたりとか、なんか葉っぱをさなんて言うんだろうか、ブーケみたいにしてて、ブーケっていうのかな、なんかこう重ねてさなんかしてて天才だなって思って見てました。けどわー人が多いなって私はただただあの上を見上げてました。イチョウ綺麗だなって。あそう、イチョウの葉っぱで、うん、バラの花なのかな、なんかそう作ってて、そうなの、イチョウ並木なくなるかもしれない。知らなかった。めっちゃ綺麗だった。なんか東京って都会だしこう最先端っていうか建物とかいっぱいあるけど、木結構いっぱいあるよね。思ったけどなんかね、私なんかこう東京行ったとてなんかこういろんなとこに行けないんですよ一人じゃ誰かに連れてってもらうとかだったら行けるけど、なんか一人でなんかこう調べてどこどこ行ってみたいなしようと思ったらできるんだけど、なんかこう冒険をしすぎないっていうか、
だからなんか初めてイチョウの木のとこにも行けたしさ、たどり着かないんだよね。なんか例えばあここ行きたい、ここ綺麗だなと思っても、なんかたまたま見つけて行けたとかの方が多くて、なんかここに行こうと思って行ってもなんか迷子になったりとかするから、そうなんかね、たまたま近くに行きたい場所を見つけるみたいな方が行けることが多い。なんていうの、どこどこに行こうっていうよりは今いる場所からなんか地図見て、あここ気になるなで行くことが多いです。だからたまたま、本当にたまたまって感じ。例えばたまたま時間があってなんか時間があってなんかしたいなと思って地図開いて、たまたまなんかこう美術館を見つけたとかで行くみたいな感じ。はしごしたりする、たまたま近くにもう一個あるじゃん、はしご。たまたまで生きてる私、地図とともに。でも急に行動的になる時もあるから、絶対ここ行くって決めて行く時もあるけど、大体はその時にいる場所の周辺を見て、例えば神社があるんだ、あ行ってみようとか、なんかここ気になるな行ってみようとか、そんな感じなんですよ。でちょっとずつ広げていく。そう、旅行の時計画立てずに、申し訳ないんですけど、私 NCT に入ってから旅行っていうものに行けたことがなくて、旅行に計画しないで行くかって言われてもちょっと分かんないんだけど、どうなんだろうね、計画なしで行くのかな。まあ遊ぶにしても計画はあんま立てないかな。なんか一つは例えばどこどこのカフェ行くとか、例えばだよ、決めていくけど、その後とか行き当たりばったりが好きかもしれない。一個ぐらいは決めてもいいし全く決めなくてもいいけど、なんか例えばどこどこに行きたいっていうのがあったけど途中で可愛いカフェやったら入ってみようかなと思って入るし、別にどうしてもその時に必要とか買いたいっていうわけじゃなかったら、なんかさらに歩いてみて、あここ入ってみようとか、なんか決めるより行き当たりばったりが好きかもしれないですね。なんか行き当たりばったりの方が楽しくない？なんかこんな道あるんだとか、まあもういいんですよ、迷子になる前提で歩いてるから。なんか また通ったなみたいな思うんですけど、スケジュール決めないと。お友達と一緒だったり、お友達もね、なんかなんだろう、そんなカチカチ決める人たちが周りにいないので結構行き当たりばったりです。うん、カフェ行ってその後はなんかプラプラ歩いて気になったとこ入ってって感じが多いですか。うちの方が楽しいかも。なんかカチカチ決めるとさ、なんかずっと同じとこになっちゃうじゃないですか。だからなんかこんなとこもあるんだとかの方がなんか気づけて楽しいじゃないですか。だから新潟から出た時はまず地図を広げて、なんか気になって気になるものを見つける、こうやって拡大して、なんかそういうのが楽しい。探検、探検
とりあえず地図広げます私なんか道が分かるとかじゃなくて、なんかどんなものがあるんだろうとかって思って見るのが好き。でも言うてなんかだから地図を完璧に見れていけるかって言われたらそうでもないんです、はい、そうなんですよ。それが楽しい。どうしても何かを買いたいって時は行きますよ。ちゃんと絶対ここに行ってこれを買うとかあったら絶対そこに行くを一番にするけど、なんか特にこれを買いたい絶対っていうものがなかったらそんな感じでブラブラするのが好き。楽しいですよ三春流の歩き方まず自分が、まあ、どこかしらにいて地図を広げます。地図見て何でもいいんですよ本当に。なんか名前で気になったお店でもいいし、なんかこんな坂があるんだとかこんな通りがあるんだとかでもいいんですよ。何かしら気になるじゃないですか知らない土地って。でとりあえずそこ行ってみようかな、こうなんだこっち行ったら何があるのかな、そうなんだ、わーここになんか素敵なカフェあるじゃん、わーこのケーキ屋さん美味しそうだな。それがめっちゃ楽しい。知らない土地の、あと知らない土地のスーパーとかも大好き。なんか違うものを売ってないかなとか楽しいよね。そういうのするのが好き。そう時間足りないのそういうことしてると。全然なんだろう全然楽しいあのスーパーでも楽しいしファミレスでも楽しいし、そんな感じです。そんな感じで自由気ままに歩いてみて、疲れたらなんかたまたま見つけたなんかカフェとかお茶できるとことか飲み物買ったりとか座ってみたりとかでまた地図広げてみて、今ここにいるんだそこで知るみたいな、じゃあこっち行ったらこういうのあるのかなとか、あこっち行ったら駅あるんだじゃあ駅の方歩いてみようかなみたいな、なんかそういうプラプラするのが好きなんです。ご当地スーパーって楽しいよね。わかる、楽しいよね。なんかこう自分の知ってるものじゃないものがあるとちょっとテンション上がるよね。あとなんか自分の地元のものがあったりとかするとわあるんだとかそういうのが楽しい。あとなんかこういっぱいあるじゃないですか都会って、マンションとか勝手になんかうわこういうとこ住んだらこういう家具置いてこういう感じのお部屋にしたいなとか、なんかそういうのを考えながら住むのも、あ住む住まない住まない、そういうのを考えながら歩くのも好き。楽しいよそうやってお散歩すると。そうここまで考えるとここら辺で暮らしたらなんかこういう感じなのかなとかっていうのを想像しながら歩くのもめっちゃ楽しいですよ。例えばなんか素敵な街並みで、例えば神社があって公園があってとかだとしたら、わーなんか風情があるなーとか、すごいなんか子供たちの声がいっぱい聞こえるから子供たちが多いのかなーとか、あここの道小道いいなーとか、こういうとこに住んだらこういう毎日になるのかなーとか考えるのめっちゃ楽しいよ知らない土地でそういうの考えながら歩くとめっちゃ楽しい。やってみてください、本当に楽しいから。こういうとこで暮らしたらこういう道通ってこんな感じでこういう感じで過ごすのかなとか考えるとめっちゃ楽しいよ。
おすすめ。まあこれがね楽しいと思うか思わないかは分かんないけど。こんばんは。なんか素敵だけど想像がこの年ではなかなか。え、だってさ実際にさ住んだりとかさするわけじゃないから想像はし放題じゃないですか。だからこそ楽しいよね。なんか夢が広がるというかさ、こういう毎日だったらいいなとか、いつかこういうなんか素敵な雰囲気のある公園が近くにあったらいいなとか、こういう道があったらいいなとか、こういう建物を住んでみたいなとか、なんか何でもいいんですよ。めっちゃ楽しいよ。夢が広がるというか、本当に楽しいんだそれが。なんか神社とかたまたま歩いてあったら絶対お参りするなんかわかんないけど、そうそうそう、お邪魔してますって言う。白山内町って楽しいよね。全然たとえなんかカフェがなくても住宅街ですら楽しい、知らない場所って。で私8時までにするね気づいたら2時間ぐらい喋ってた。8時になったら終わるね。教えてくれてありがとう。ねえ、めっちゃ長時間しちゃった。こんないっぱいいっぱい配信するつもりはなかったけれども、楽しくおしゃべりしてくれた、おしゃべりできたからよかったです。お腹減ってない？今喉のゴクンって音。今飲んでるのはなんかあまりなんだろう、あまり映んないようにするため普段は普通に飲みますよ。あったかいもこもこ、ちょっと寒いから今日もこもこ着てます。もこもこ精神です。本当に暖房つけてますよ。もうフル活動してもらってますこんばんは。もうね新潟はね昨日ぐらいからかな、ちらほら雪が降ってますけど、いっぱいは降ってないけど寒い。さっきまで仕事で長時間配信のおかげで来れたから本当にありがとう。こちらこそありがとうございます。なんか細かい雪が降ってるって感じです。なんかめっちゃ積もる雪ではないけどちょっと寒い、ちょっと寒いじゃなくかなり寒いですね。だからこうなってます。寒いのよ。なんか青森の方が寒いでしょってよく言われるんですけど、寒いのは寒いと思うんだけど
なんかね違う寒さっていうか、新潟結構風が強いからなのか、なんかこう刺さるような寒さっていうか、めっちゃ風強いともうぐわーってなるぐらいの寒さだからね、なんかそれぞれの地域にそれぞれの寒さってあるよねって感じです。なんか明日今日かな明日かな、なんかわかんないけど雪がいろんなとこで降るかもみたいなお天気予報見た気がするけど、皆さんね雪慣れてない方もいらっしゃるかと思うので風邪ひかないようにしてくださいね。札幌がマイナス6度タオル凍るじゃん、こうやったらね、なんかね寒くなったり雪が降ったりするって見ました。木曜日だ、やばい、今日何曜日、明後日か、明後日が寒いの、大変じゃないの。キャー寒雪の話してたら寒くなりました急に。寒シンプルにマイナスの中で人間生きてるってすごい寒すぎでしょ。なんか暖冬とは違うのかな、暖冬だからねそんなに冬は寒くないんじゃないかみたいな話を聞いてた気がするんだけど、暖冬でも関係ないのかな。去年はねかなり雪が降ったからね、それと比べたら大丈夫な方だけど、やっぱ寒いものは寒いですよね。え、わかる？暖冬って何なんだろうって思うよね。暖冬って言われるとさ、なんかこうもうちょっと柔らかい寒さ考えてしまって、あ暖冬なんでやったーって思ってたけど、やったーでもないんで、ね、そうなんだね。あーお正月が暖かいのね、それはね帰省される方々にとってはいいことじゃないですか。これから寒くなるけど例年並み、あ毎年こんな寒かったんだ、毎年か、本当に毎年忘れる冬の寒さを、夏の暑さも忘れる、で毎年びっくりしてる暑さも寒さも、で毎年どうやって冬を越してたか分かんなくなっちゃう、それが毎年、何年も生きてても毎年、えこんな暑かったっけ、えこんな寒かったっけって毎年全部忘れて初めてみたいな顔しちゃうね。去年すっごい雪降ったもんね急にね。こんばんは、おすごいなんか急にみんな来てくれてる、こんばんは。ってことで明後日から雪が降る、結構降るらしいので皆さんお気をつけください。こんばんは、暑さより寒さが苦手、うーわ難しい、究極の質問ですね、究極の質問ですね。うん寒い方が苦手かもです。
信じられないぐらい厚着します。で結果暑すぎるんだけどね。寒いのの方が苦手かな。気温は21度か22度ぐらいが好きです。21度とかがいい、程よい感じ。だって寒いのってずっと寒いんだもん。まあ暑いのも暑いんだけどさ、寒い方がこう温めるの。好きな季節か、わー、夏の終わりぐらい、秋の手前、なんかちょうどいい温度、21度ぐらいが好きです。21度がいい。なんか去年自分は何度が好きなんだろうと思って街のさ温度計をこう見ながら過ごしてみた結果、21度が好きだってことが分かって、あ、じゃあ21度くらいがちょうどいいなって思って、それから21度って言ってみてる。一番いい、なんだろう、厚着をしなくてもいいし、歩いててもめっちゃ暑いってわけでもないし、21度が一番良かったんですよね。でも十何度になるとちょっと涼しいなって思うから、21度がいい。ちょっと湿度までは把握できてないけど、気温は21度かな。あの外の気温ね、部屋の気温はまた違いますけど、外の気温は、ね、21度がいい。まあでも今年はなんか寒くなるまで長かったからね、わりかし過ごしやすかったんかな。11月なのにこんな暖かいんだって思った記憶あるもん今年は。うん、え、初代サンタ決定戦、サンタさんになれる。72位だって今。あ、寒がりサンタ私じゃん、まさしく私じゃん。寒がりだよ。72位だって、やったー。こんばんは。今来た皆さん申し訳ないけど、あと10分ぐらいで終わっちゃいます。え、そうだよね。だってなんか東京とかこの間までなんかちょっと暑い日ありましたみたいなニュース見たもん私。こんばんは。楽しくてあっという間だな。ありがとうございます、お付き合い。いや聞いてください、また話変わるんだけど、なんだろう、私口角がこっちの方がクイって なるっていうことに気づいて、わかります？それに今日気づいた。ほら、僕自分の口ってよく見たことなくて、なんか
わかる？こっちの方がクイッてなるの。ここに口内炎あるからかなと思って今。うん、うん、なんだろう。うん。こうだと一緒じゃないですか。でも今ここに口内炎あることによって、うんってしないから、なんかこっちだけ上がってるみたいになっちゃって。今日気づいてなんでと思ったら、あ、口内炎あるから今うんってしてないからだと思って、こっち力抜いてるのからなのか、なんかこっちだけクイッてなってるじゃんって思った。早く直します。多分口内炎のせい。したら普通なんだよ。分かんないね。みやちゃん復帰後初配信ではないですね。多分3回目ぐらい。でもこんな長時間は久しぶりです。57分ぐらいになったらランキング読もうかな。顔の体操。口周り鍛えてるわけじゃないんですけど。あっという間に2時間が経ちました。2時間もみんな見てくれてたの？ありがとうございます。素敵な日々を過ごしてください。皆さんも寒いから暖かくしてくださいね。楽しかった。それは何よりです。ありがとうございます。私の一人喋りを。ちょうど飲み終わった。今素敵。あ、ありがとうございます。ありがとう。みんなも体調気をつけてください。こんばんは。年末年始配信は今年は年明けてからしようかな。わかんない、まだ全然決めてはいないんですけど、年明けて秋切ってから配信しようかな、ゆっくり感じですかね。気をつけます。体調崩さないように。わかりました、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。配信はまた
のんびり決めたら何かしらでお伝えしますので少々お待ちくださいませ。そう、グラビアプラシュスペシャルさん12月22日発売ですのでお楽しみに、一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そろそろよいしょ、ライブランキング13位からだよね。13位の方ジズーさん、12位の方シュローケンさん、11位の方マリーハルさん、10位の方エルマッパさん、9位の方ユキミチさん、8位の方熱帯雨林さん、7位の方ピオリンさん、6位の方リョウさん、5位の方ミツオキさん、4位の方エムモトさん、3位の方エビサマさん、2位の方ヨッタさん、1位の方ケイさんです。ありがとうございます。本当に長時間壇上に上がってない皆さんも見てくれてありがとうございます。こちらこそずっと喋ってるの見てくれてありがとうございました。楽しかったです。2時間配信できたのも新たな記録です、自分の中で。本当に雪が降るみたいなので車を運転する方は車の運転気をつけて、歩く方も転ばないように気をつけて、自転車の方も転ばないように気をつけて、皆さん気をつけてお過ごしください。ありがとう。6800人、おお、すごいのかな、わかんないけど、たくさんの方が見てくれたのかな。ありがとうございます。あれだよ、ちゃんと冬靴履いてね、冬靴履いて滑らないようにしてください。私はスニーカーで行きますが言うて、なんで本人スニーカーなんだって感じなんですけど、私は冬もスニーカーでわりかし生きるんですけど、気をつけてください。スニーカーって意外にねいけるんですよ。なんかね、はい、結構わりかし雪降ってもスニーカーなんですけど、皆さん気をつけてください。もう水たまりも自ら入っていくからね、もう冬はそういう時です。大丈夫ではないです、ちゃんとなんか水浸しになる時はなるし、結構大丈夫。冬靴ってなんか防水加工のさ、水入ってこない仕様になってたりとか、雪に強かったりとか滑らないかったりとか、なんか冬専用の靴みたいなのあるじゃないですか。ああいうの履いた方がいいと思います。意外にスニーカーでいけるんですけど、やめといた方がいいと思います。やめといた方がいいと思います。私はただただなんかいけるんじゃないっていう気がするからスニーカー履いちゃいますけど、やめた方がいいと思います。いや、長靴が一番だと思いますよ、本当に本当に一番。濡れないし、きっと転ばないし。東京でも売ってるんじゃない、冬靴。さすがに冬になったらね、本当にそういうのを履くのが一番。皆さん気をつけてください。ということで長時間配信ありがとうございました。皆さんも体調にお気をつけください。またね、おやすみなさい。ありがとう。